住吉です。今日ですね、こちら E2 の、ECQM こちらをご紹介していきたいと思います。もうお好きな方も持ってらっしゃる方も多いのではないでしょうか。大人気の、まあ、EC シリーズ、ということで、こちらはあのトップにキルトメープルを、ラミネートした新色の、レインディアブルーとなっております。めちゃめちゃかっこいい、一本となっております。じゃあ細かくですね、ちょっとチェックしていきたいと思います。まずあのピックアップ、EMG のハムバッカーが、2つ、乗っております。フロントから、EMG60、リアが EMG81 となっております。もう超定番の組み合わせですよね。パワー感もあって、クリーンの、抜けも抜群かつ、まあ、ローノイズっていう、の超安定の、ピックアップとなっております。あ、メタルだけじゃなくて、クランチサウンドも絶妙だと思いますので、その辺も、ちょっと後ほどチェックしていきたいと思います。で、コントロールもシンプルですね。ボリューム、ボリューム、まあ、トーンで、このタップもなしなんで非常にストレートな、使いやすいつまみが、魅力となっております。セレクターも3段階ですね。シンプルです。で、指板がエボニー指板となっておりますからのヘッドですね。フレットがもうジャンボフレット、打ってますんで、まあ、軽いタッチですね。早く引いたりとか、チョーキングとかも非常にスムーズにできる一本となっております。裏はこんな感じですね。艶消しになってますね。なので非常にフィンガリングやスライドがしやすいネックとなっております。でペグは、後藤のおなじみの、ロックペグ MGT 搭載で、まあ、チューニングも、弦交換も非常に、まあ、スピーディーで、精度も高いペグとなっております。でジョイントはセットネックです。で非常に滑らかな、カットが施されてますので、まあ、このタイプどうしてもハイポジションがちょっと引きにくいだったりとか、まあ、そういうのを印象を持たれている方も多いと思うんですけど、もうこのギターだったらもう高いところまでスムーズに弾ける一本となっております。それではちょっと早速音の方を出していきたいと思います。